ヤクルトの順位、極端、極端すぎる。優勝ずっとできないよりいいよね。ギャンブラーにおすすめの球団。つか海外のスポーツってこんな感じの再生するの多いやろ。ファンやってれば絶対楽しいと思う。ここ10年で優勝3回と優秀なはずなのに、平均順位は 3.9 位でマイナスという謎。でも下手に 3.4 位あたりうろつくより数年に1回優勝できる方がええな。順位予想するときに消去法2着とかやるとほとんど外れる。ファンはどういう心理なんやろ。ヤクルトって杉村消えたらかなり低迷しそう。こういうチームの方が楽しそうと思わせてあんまり楽しくないやろうな。 CS も絶望的な再開付近だとそもそも全く見なくなる。なんだかんだ楽天イーグルスさんは有能ちゃう。客の入り具合も極端なんかな。でも弱い時は逆にビジターのお客さんが増えそうや。 W 現役時代の高津以降必ず外国人クローザーの活躍が大きく関わってる。林、バーネット、マクガフしたり、ファンからしたら優勝以外は何位でも同じやし、高津とかいう有能か無能か判断に困る監督。ご視聴ありがとうございました。